経済産業省は一部上場企業の賃上げ調査をまとめ、回答したうちの4割を超える企業がベースアップを実施したと発表しました経産省によりますと、ベースアップを実施したと答えた企業は、昨年度の6.8%に対し、今年度は4割を超える43%に上りましたリーマンショック以来、6年ぶりにベアを実施したという企業が最も多くを占めました。 業種別では円安を背景に電気機器や輸送用機器といった輸出産業の実施率が高く卸売業や情報通信など国内産業は低くなっています経産省は1762社を対象にアンケート調査を行い半数以上の927社が回答しました